まあ、相手も本当に素晴らしい相手ですし、もう舞台も決勝という、舞台で本当にもう最高の相手と舞台が、整った状態なんで、やっぱり、選手としてはその瞬間に、プレーできる喜びを感じながらも、やっぱり優勝をしっかり取りたいという気持ちがすごく強いんで、まあ、相手をリスペクトしすぎずに、自分たちのサッカーをしっかりして、どこまでできるかというところと、勝ちにこだわって